パニックフォー。今ゲップしました。ごめんなさい、失礼しました。今から始まる。ちゃんとしてください。やめてよ。ジャニックポーって言います。今回は同期で一番天才はこいつだ。はい、僕と田中さんは NSC 出身なんですけど、はい、吉高さんと裕次郎さんは一般から吉本に入ってきた、はい、そうなんですよ。違うで、はい、勝ち上がっていますね、はい、だから今回はですね、NSC やインディーズ時代から目立っていた同期で一番の天才について語っていきたいと思います。おー、はい、いいでしょう。なるほど、なるほどね。じゃあまずは田中さんから、はい、あ、僕から、はい、お願いします。僕は22期生22期生うわ、22期ってすごい、すごいですね。いっぱいすごい人おる。キングコングとか、ノンスタイルとか、はい、まあ中山こうだくんとか、はい、南海キャンディーズの、山ちゃんとか、はい、ボロサーモン、ボロサーモン、うわー、すげー、そうそうたるメンバー、めちゃくちゃいっぱいですね。で、はい、誰が一番僕の中で良かったのか、はい、中山きんに君。わあ、なるほど。直上面白いですね。まあ、見ても面白いですよ、はい、その頃から面白くて、はい、まあ、芸風全く一緒なんですけど、やっぱり面白くて可愛げがすごいから、うん、絶対売れるやろなと思ったら、やっぱり売れましたね。すげえ、確かに、筋肉じゃん。やっぱりキャラがすごいから、すごく目立ってて、うん、なんか面白いな、あの人に勝てへんなと思ってた。なんか何年か前かな、はい、オールザッツ漫才一人でめちゃめちゃ笑ったって、うん、ありましたよね。やってましたね。なんか僕が言って覚えてるのはなんか、はい、後ろ芸人席パイプ椅子みたいなのがあって、ひな壇じゃないですか、うん、で、鉄パイプみたいなこう穴ちょっと開いてる、はいはい、そこになんかなんかペットボトルのお茶をいやーって言ってました。やってたわ。超笑われめっちゃ笑ってたよ。っこり歩いていく。めっちゃ面白かったっすね。めっちゃ面白いもん。昔からそんなやったから。確かに、すごいな。では、ヨジャさん。はい、僕は、NSC って27期扱いなんですよ。同期で言ったら、トレンディエンジェルでしょ。おお、東京すごいですよ。でオリエンタルラジオ、おで、フルーツポンチ、お、はい、で、こっちは GAG、お、はい、で、田中ら池だとか、おハム諸見里、おはいはいはい、関西がなんかね下がりますね、なんかねイメージ、まあまあまあ、東京、ちょっと渋い東京はね、はい、東京はでも僕その中でも、はい、やっぱすごいなっていう言ってるのは田中ら池田の、はい、田辺、おお、田辺、いやあいつね、はい、昔からめっちゃおもろい、面白いですよね、ツッコミ前し、はいはい、結構前なんですけど、はい、ブラザー番組打ち上げみたいなので行かせてもらって、うん、で吉田さんとたまたま一緒にテーブルになって、はい、でそういうなんかこういう漫才の話みたいな時に、うん、吉田さんがポロッと田中ら池田のツッコミええなみたいな感じで言われたぐらいの吉田さんが言うぐらい、そうそうそう、ぐらいなんですよ。で、確かにあいつすごい能力もあるし、うん、でむっちゃ芸人じゃないですか、うん、確かに。いや、えぐいっすよ。ザ・芸人、ザ・芸人、えぐいっすよ。でしょ、なんかツッコミじゃないじゃん。吉田さんだって酒臭いっすもん。そう結婚されてるのに、うん、そうそう、もうだってえぐいっすよね。もうだって正月の祇園か月の公演とか、はい、一発目、もうありがたいことじゃないですか、うん、それを酒飲み閉じて、マジか、すごいな。俺なんかその、はい、女の子と会う前に居酒屋で追ってください言われて、はい、その、ま、女の子待ちで、はい、そう でも全然田中君やったらいいよっていうぐらい、はい、で、そう、いくらか吉田さんとか田中さん知ってるんじゃないですかね、うん、なんかファイブアップ吉本やった時に、うん、あいつが着替えてる時にあいつなんかワイシャツの後ろにねなんかめっちゃ、うん、マジックでねでっかくカタカナでなんかアホって言われたんですよ。でそれだけ山内さんがなんか見て、うん、何してんのそれみたいな、はい、笑かそうとしてんのみたいな言って、で田中、え、何ですか、何のことですか、いや、なんか背中描いてるでみたいな、で見てるあいつがアホって書かれてるの見て、嫁ですわ
何があったよ。山口さん、そんなことある？山口さん、そんな書かれることある？嫁にめっちゃいじられてる。でもほんまに結構怒られてるね。田中さん、家帰ってない。家帰られて、住められて、しかも劇場によく泊まってて、泊まったね。で僕も泊まってたから、よく二人で横で寝てて、まだお前もおんのか収録ぐらいで。僕はあの24期生扱いなんですよ、はい、であのすごい少なくて、女ととか和田ちゃんとか、はい、モンスターエンジン大林くんとか、はい、あと、ま、もう中学生くん、うん、あで、ま、東京行って石橋はじめとか、はい、そうです。その中でやっぱあのすごいなって思うのがあの江原くんです。そうなんです。あの江原くんは、はい、あのカウンターパンチっていうコンビ組んでたんですよ、ね、あの元芸人で今歌手の響くんとやってたんですけど、その在学中あの A クラスっていう、まあ、トップの優秀なクラスで、うん、ほんまやったらその NSC の在学中はオーディション受けれないんですよ、プレイステーションっていう、はい、でももうすごいから先生が受けていいよって言って、プレステージ一発で合格したんです。あの皆さん経験あるでしょ。めっちゃ落ちましたよ、ねね、何十回も受けなくて、それ一発で合格してすぐに勝ち上がって、はいはい、その、 あのタレント組と総入れ回戦を19歳で、うん、そうです。その当時はあの笑い飯さん、千鳥さん、はい、友近さん、はい、であの山里さんとか僕たちです、はい、すごいんですよ、すげえ。でもあのダンスとかもできるし器用やし、はい、あの、はい、モノマネが200種類できるんですよ。すごいですね。そうですね。そうなんですよ、はい、そんなモノマネとかできないでしょ皆さん。バカにしまって困るやつね。困りますよ。なんか唯一できるモノマネあります。どうも、田中真彦でございます。あ、これだけやった忘れてた。なんで忘れるから言ったの。そう、あの3枚似てるやつできてるやん。中学校に来るやん。できてるやん。いや、もうそんな怒られますよ、モノマネやってる。伊織くん、なんかある？そのモノマネ僕もありますよ。パンやで巨人一緒。いやいや、できてるでしょ。これはもう一割です。一割やな。一割です。あれ、吉田さんないですか？ダーツ。あ、特にジョージさん、これはもうジョージさんでもなかった。似てるだけ。強すぎる。え、似てる。何だった？もう一回言って。ダーツ。ダーツ。ダーツのダーツ。ダーツ。ダーツ。これはあかんわ。これはあかんわ。僕ですね、僕35期なんで、大阪だったらユリアンとか。ユリアンとラニーノーズと、あと誰やろ、熊本プロレスいいでしょうかね、はい、あとは、まあ、20世紀とかわかんないですか。あ、知ってる知ってる。20世紀ロックンロールブラザーズ。あと誰がおるってな。で、東京がね、すごいんですよ。小畑のお店とか、あとレインボーとか、ひょっこりはんとか、ですね。なんでまあ、ユリアンも当時からすごかったんですけど、首席やし、急に角刈りにしてきたりとかしたんですよ。そうで、ユリアンすごかったんですけど、僕的にあのすごいと思ったのが、あの今豪快キャプテンというコンビが山下ギャンブルボディーだって。でも、もう一口入ってけえ。吉田か。それ豪快ゴリラ。豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラです。豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラです。いや、もうすごいんですよ。なんか見たことないな。あの、やっぱ面白いですよ。天才というか、まあ、なんかネタの作り方とかもすごい上手いし、漫才面白いんです。もともと違うコンビを NSC で組んでたんですよ。マストビーキングっていうね、ハゲの、ツルッパゲの人と二人で組んでて、でそれが解散して、であのダーク人間っていうカンバラと二人でダーク人間っていうコンビ組んでたんですけど、カンバラが辞めちゃって、で今後輩のこと組んでるっつって劇場メンバー入ってたんですけど、その山下ギャンブルゴリラがやっぱちゃんとネタの漫才うまいし面白いんですけど、僕に人生の全てを教えてくれたんですよ。へえ、はい、大人のエッチなお店も、はい、
ギャンブルゴリラが初めて連れて行ってくれたし、そのバイトも全部教えてくれたんですよ。お笑い関係ない、関係ない、本当に天才だなって。教えれる天才です。ただ優しいギャンブルゴリラだけじゃ天才なんです。全部教えてくれたんですよ、はい、だから山下ギャンブルゴリラちょっと覚えてくれて。笑えて笑えて教えれるでそれ。チャンネル登録お願いします。はいはい、あ、はい。